ンネル。内定チャンネルの島袋です。竹内彩香です。株本です。本日のゲスト、ケイリーさんにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。早稲田大学商学部4年の江森ケイリーと申します。よろしくお願いします。本日はお願いします。お願いします。ケイリーさん、どこの内定をお持ちなんでしたっけ？ベイカレントコンサルティングから内定をいただきました。ベイカレント出身、出身内定なんですね。はい。なるほど。今回ちょっとベイカレントにどうやって内定を取ったかをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけれども、はい、ベイカレント受けたきっかけ教えていただけますか？はい、自分が仕事を通して成し遂げたいことを考えた時に、まあ、育ったバックグラウンドもあるんですけど、日本のプレゼンスっていうのを上げたいなと思って、それができる企業をまず選んだ時に、まあ、日系企業を多くクライアントに持つコンサルティングであり、かつこう日本初のコンサルティング会社だったので、ベイカレントさんを受けました。そうなんですね、はい、日本初のコンサルティング会社なんですか？そうです。面白かったです外資じゃないので、選考フローってどんな感じでした？はい、最初にまずその会場にテストを受けて、グループディスカッションみたいなものを当日でやりました。1日目で、でその後は面接が合計3回やりました。それぞれ何を聞かれてどんなことを答えましたか？そうですね、グループディスカッションはまあ多分それぞれの場所によってお題はもちろん違うんですけど、例えば1個企業を見つけてその課題を解決しろだとか、こういうものの売り上げ上げるにはどういう策があるかを4人とか6人とかで話し合いっていうものでした。面接は1個目の場所はもう多分他の会社と同じで、まあ学生時代力を入れたことをメインに聞かれるのと、あとは人生今までどうやって進んできたかの深掘りっていうところで、ここはあまり他の会社と差異がないです。で2つ目と3個目の面接は主に志望動機ですかね、どれだけ本当に志望してるかと嘘をついてないかみたいなとこ見られてたかなと思ってまして、で一番多分一貫して見られてたのは、まあ、ロジック、またコンサル会社なのでそこをメインに見られたかなと思います。なるほどですね。でその3回目の最終で、内定が決まったっていうことですよね？そうですね、後日に連絡いただいたんですけど、なるほどですね。何人ぐらいの会社でしたっけ？多分千何人ってところです、うん、そうですね、千数百人ってところです。なるほど。ちょっと申し遅れたんですけど、僕も、はい、実は前職ベイカレントでした。あ、そうなんですか？はい、僕は言うと言いづらいかなと思ったので、あえて何人も。ありがとうございます、はい、1年ぐらいで辞めちゃいましたけど、はい。で、ベイカレントってどんな会社かってちょっともう一回聞いてもいいですか？そうです、ね、日本初のコンサル会社って僕知らなかったんですけど。本当ですか？日本初、むしろ外資って思って受けたぐらいなんですけどそうなんですね受けてるうちに内資って知るみたいな、はい、いやもうまあまあまあ名前がかっこいいな、はい、確かにかっこいいです、はい、怒られちゃうからこのぐらいにするんですけど確かに、はい、まず業界で言うとコンサルティング会社でした、うん、まあ、後発の方に入るのかなと思います、うんうん、日本初っていうところと、ベイカレントコンサルティングを作った人はもともと外資出身なんですけど、まあ、いるメンバーはちゃんとこう日本初のコンサルティングって場所にプライドを持ったいい会社でした。うん、でそうですね、他とのちょっと違いみたいな特徴は、こう戦略コンサルティング総合ファームみたいなので分かれてるっていうよりは、こうワンプール制って言って、多分一人がいろんなところに関与できるみたいなコンサルティングです、特徴としては。なるほど。他のコンサルファームだと戦略業務 IT で分かれてて、 そうです、その案件しか基本的には携われないけど、はい、ベイカレントはどんな案件も、まあ、一応全コンサルタントが入れる可能性があると、そうです、っていうところが違いですみたいな、はい、はい、補足です。ありがとうございますありがとうございます最近もう一部に上がったんですっけ？そうですね、一部上場してました、うん、僕入った時まだ上場すらしてなかったんで、去年してたはずです。はい、なんか多分それもあって倍率もだんだん上がってきてるんじゃないかなと、うんうん、僕からしたらありがたい話なんですけど、はい、なんで受けたい人もかなり多くなってきてると思うので、はい、なんかどういう学生が向いていて、でどういうなんか感じで面接に臨むといいかみたいなのあれば最後アドバイスお願いします。わかりました、はい、多分全て学生時代頑張ったことも人生の深掘りもいろいろ聞かれると思うんですけど、こう自分のモチベーションがどこなのかだとか、最後成し遂げたいことがどこなのかっていうのを一貫してずらさず、自分の気持ちをピュアに伝えることが多分大切かなと思います。ずらさないことと気持ちをピュアに。わかりました、はい、
ちょっと不思議な気持ちの巻いていたんでしたけど、ごめんなさい、はい、本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。